横浜 FC 移籍情報まとめとスタメン予想この動画では横浜 FC の移籍情報のまとめと2023年シーズンのスタメンを予想していきたいと思います是非最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします横浜 FC の2023年シーズンの新加入選手は新たに21人の選手が加わることになります まずはゴールキーパーから見ていきますゴールキーパーは新たに2人の選手が加わることになります横浜 FC の初代主将で OB でもある元日本代表のディフェンダーの遠藤正弘氏を父に持つ遠藤正樹選手が明治大学から加入します続いて清水エスパルスから期限付き移籍で長井健吾選手が加わることになります続いてディフェンスの選手を見ていきますディフェンスの選手は 1 9 2五人の高身長を生かした空中戦と闘争心が武器のバン・イヤーデーショーン選手が横浜 FC ユースから加入します続いて戦術理解度が高く豊富な運動量で講師において状況判断に優れる林幸太郎選手が明治大学から加入します続いて東京メルディサンフレッチェ広島京都サンガ FC ベガルタ仙台で活躍をした 吉野強平選手が完全遺跡で加入します続いて東京ベルディからドカボニフェイス選手が完全移籍で加入しますドカボニフェイス選手は1996年2月15日生まれの現在26歳身長 183cm 体重 89kg の選手ですナイジェリア人の父と日本人の母の間に生まれたドカボニフェイス選手は2018年にミトホーリーホックに加入2020年に レギュラーの座をつかむとリーグ戦37試合に出場センターバックながら4得点3アシストという結果を残しました2021年に東京ベルディに移籍東京ベルディでもレギュラーとして活躍していますドカボニ・フェイス選手は身体能力の高さとフィジカルを武器に積極的にボールを前に運べる選手です続いてレノファ山口から橋本健人選手が期限付き移籍で加入します 橋本健人選手は、1999年12月8日生まれの現在23歳、身長173センチ、体重62キロの選手です。横浜 FC アカデミー出身の橋本選手は、昨シーズン、レノファ山口に加入、リーグ戦35試合に出場、2得点5アシストという結果を残しています。橋本選手は、左足の多彩なキックで、チャンスメイクからフィニッシュまでこなす、左サイドのスペシャリストです。 続いて中盤の選手を見ていきます中盤の選手は新たに10人の選手が加わることになりますプレーの連動性と相手の逆を取れるのが特徴の清水優斗選手果敢に仕掛けるドリブル突破が魅力の高塩早瀬選手が横浜 FC ユースから加入します続いて強人のメンタルと視野の広さを持つ浦甲志郎選手が広告学校から加入します続いて昨シーズン特別指定選手として リーグ戦9試合に出場した近藤智樹選手が日本大学から加入します近藤選手は高い身体能力が持ち味の右サイドアタッカーで全身のバネを生かしたスピードとジャンプ力が特徴の選手です続いてレノファ山口から初の J1 挑戦になる高井和馬選手が完全移籍で加入します続いてビッセル神戸からテクニックやセンスに優れた技巧派のボランチ 井上志音選手が完全遺跡で加入します続いて昨シーズン東京ヴェルディからポルトガル一部に期限付き移籍をしていた新井瑞希選手が完全移籍で加入します新井選手はリズミカルなステップでボールを動かすドリブルとコンパクトに振り抜くシュートが武器の選手です続いて FC 東京から三田弘隆選手が完全移籍で加入します三田選手は左足から繰り出される精度の高いパスやフリーキックが特徴で 玉際の強さによる守備に加え前線への飛び出しができる選手です気になる選手はロワッソ熊本から完全移籍で加入する坂本光輝選手です坂本選手は1999年1月19日生まれの現在24歳身長166センチ体重63キロの選手です坂本選手は2021年にロワッソ熊本に加入昨シーズンはリーグ戦40試合に出場 お得点アシストといいう結果を残しています坂本選手は豊富な運動量を武器に切れ味あるドリブルと切り返しがうまくカットインから強烈なシュートが打てる選手です続いてバスコダガマからユーリララ選手が完全移籍で加入しますユーリララ選手は1994年4月20日生まれの現在28歳身長1 7 3センチ体重7 4キロの選手ですユーリララ選手は ボランチを主戦場とする小柄ながらフィジカルを生かしたゴール脱出力に優れた選手です続いてフォワードの選手を見ていきますフォワードの選手は新たに4人の選手が加わることになります昨シーズンオーストラリア韓国に起源付き移籍をしていた小川圭次郎選手が復帰します続いて昨シーズンサガントスから起源付き移籍でプレーをした 石井海生選手が完全遺跡で加入します続いてホアンアインザライ FC からグエン・コンホー選手が完全移籍で加入しますグエン・コンホー選手は1995年1月21日生まれの現在28歳身長1 6 8センチ体重6 5キロの選手ですグエン・コンホー選手は細かいボールタッチのドリブルからベトナムのメシと評されている選手です気になる選手は ロンドリーナ EC から完全遺跡で加入するカプリーニ選手ですカプリーニ選手は1997年11月11日生まれの現在25歳身長1 6 9センチ体重6 6キロの選手ですカプリーニ選手は右サイドを主戦場とする左利きのウインガーです続いて2023年シーズンのスタメンを予想していきたいと思いますフォーメーションは昨シーズンと変わらず3 4 いつと予想しますゴールキーパー、ブローダー戦選手、スリーバック、岩竹克也選手、ガブリエル選手、ドカボニフェイス選手、右ウイングバック、中村匠選手、左ウイングバック、橋本健人選手、ポランチ、ユーリララ選手、三田弘隆選手、インサイドハーフ、カブリーニ選手、長谷川達也選手、 ワントップ小川幸輝選手と予想させていただきます2023年シーズンのスタメンはこのように予想させていただきます19名の選手が移籍をして21名が加入となった横浜 FC 昨シーズンの J2 得点王の小川幸輝選手が残留し再び J1 の舞台でどこまで活躍ができるか楽しみにしたい選手です最多補強の横浜 FC が J1 の舞台でどこまでやれるのか 2023年シーズンも楽しみにしています。皆様が思うスタメンをぜひコメント欄で教えてください。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。